皆さんこんばんは、ななみです。今日は8月のお気に入り、そして購入品を紹介していきます。それではビデオスタート。はい、じゃあ最初はこちら、サムネとか今もつけてるんですけど、白のジンジャーリップバターの9106番です。こちらのリップ、こんな感じの、結構このパゲからは想像できないような感じの濃い感じのカラーのリップになってます。グロス系なんですけど、唇同士がめっちゃくっついちゃうようなベタベタ感はない。ゴールドのラメが入ってるんです。すごくツヤツヤで可愛いんです。これ、このツヤが入ってくれてることによって、暗くなりすぎないというか、あの暗いカラーなんだけど、しっかりこう光沢が出てて、あんまりこうつけててどんよりしないような感じになってます。どうですか、結構あんまりこういうカラーのグロスを使わないから、すごく見てる方は違和感あるかもしれないんですけど、今年の秋はグロスタイプのこういう、なんていうの、シックな感じのカラー使ってもいいんじゃないかなと思って買ってみました。で、この白はあのネットで買うと、なんだっけ、なんとか割りとかいうのがあって、箱が入っていないと少し安くなるんですよね。だから、そのまあ箱がいらないよっていう方は、その箱なしを選択すると少し安くなるので、少しでも安く買いたい方はその買い方の方がいいんじゃないかなと思います。で、このリップはあの普通の白のスティックもそうなんですけど、ジンジャー系のリップになってるので、ちょっとつけた時に、まあ、不思議な感じの香りはするんですけど、私は別に気にならないんで使ってるんですけど、唇が荒れるっていうことも全然なくて、なんかグロス系って結構すぐ取れちゃうようなイメージがあるんですけど、これはね、しっかりくっついてくれてるので結構持ちがいいです。本当にあのマスクしててもさほど落ちないというか、グロスなんでマスク自体にはついちゃうんですけど、そのマスクに全部こう持ってかれちゃうみたいな感じはなくて、しっかり残ってくれて、ラメも入ってるから唇にラメがしっかり残ってくれてて、すごい綺麗なリップかなと思います。続いてはこちら、エトボスのミネラルクラッシャイシャドウ、ヴィンテージグリッター。あの一番やっぱ綺麗だなと思ったのはここのパープル系のカラーですね。この2色はマットで、こことここがラメっていう感じなんですけど、ここのパープルがね、異様に可愛い本当に可愛い。あの全然ね、こことここだけでメイクすることもできるんですけど、この一番最後にこのカラーを重ねてあげることによって、すごくね、あのおしゃれな目元に仕上がります。で、エトボスはね、結構つくんですよ。パッとほら、ちょっとやっただけでこんな感じバーっとつくので、ほんと少量でも使えるような感じになってます。このアイシャドウは多分イエベでも使えるなと思ったので買ったんですけど、本当にあの使えるカラーでした。で、今ねキャンメイクのアイシャドウ塗っちゃってるんですけど、上からこうポン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 って重ねてもいい色になります、ね、このパープルのカラーをのせるともっと深みが出て可愛いです。秋冬っぽくなります。もう今年は結構パープル系にハマった年かなっていう感じなので、こういうあの明るい系じゃなくて暗いスモーキーで仕上げられるような感じのアイシャドウもいいなって思ってます。今年はね、結構パープル系のアイシャドウを買ったと思うんですけど、その中でも、まあ、一番暗い感じのカラーになるようなアイシャドウで、すごく可愛いなって思ってます。秋冬っぽさが一気に出るかなみたいなはい、じゃあ続いてはスキンケア系なんですけど、こちらの高見スキンピールというものですね。で、こちらが高見スキンピール、いつも通りここはスポイト状になってて、まあ、1回の使用分がここのへこんでる部分までっていう感じなんですけど、これを、最初のスキンケアとしてやるんですよ。で、3分待つんです3分待って、なんかミーコっていうサイトで買ったら、このストップウォッチみたいなのがついてきて3分お知らせしてくれるやつ、これがついてきましたすごいですよね。で、これ吸盤付きなので鏡につけとくこともできるっていうやつなんですけど、とりあえず3分なじませて、この高見ローション1を使って、これ2回ね使用するんですよ。2回やってからこの美容液を最後に入れるって感じで、他の何でもいいんですけどクリームとかで締めるという感じの使い方になってます。そう、これなんで買ったかっていうと、角質系のやつって大体こうくるくるしたりとかして剥がす系が多いと思うんですけど、これは肌を剥がさない角質ケアになっているので、ちょっと珍しいかなと思って、そう、それで選んでみました。で、テクスチャーもなんかぬるっとした感じとかじゃなくて、本当に水みたいな感じでサラッサラなんですよ。
そう、もうサラサラのサラサラって感じで、本当にあの水をつけたような感覚でつけれるので、そう、次のスキンケアをやった時にすごいぐん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 入り込みやすいような感じになってます。で、一応こんな人におすすめっていうので、スキンケアを根本的に直したかったりとか、あと季節や生理周期で肌が揺らぎやすい方、あ、なりました。こんな感じの音が鳴ります。やるな。まあ、花粉だったり今のこういうコロナとかでマスクを着用せざるを得ないと思うんですけど、結構肌にストレスがかかってるじゃないですか。そういう時に使った方がいいということで、そう、それでちょっと始めてみようと思って始めてみてます。やっぱりね、肌がね結構揺らぐ時期だとは思うので、そういう時にしっかりケアをしてあげると、いつマスク外しても勝負できる肌になれるんじゃないかなと思ってやってみてます。はい、続いてはこちら、ロクシタンの RB イルミネイティングクレンジングフォーム。これは洗顔料なんですけど、ちょっとこれ見ててくださいね。めちゃめちゃすごいから、ちょっとやりますよ。ちょっとほら、もう見て生クリームで、これをフワフワフワってやるじゃないですか。もうこんな弾力がある泡なんですよ。あの普通の泡じゃなくて、もう弾力がすごいもっちもち。見てわかりますかね。ほらほら、潰れないんですよ、泡が。そんな感じでこう、これを肌にのせて使うんですけど、もうこれ本当にすごくて、もうさっきの映像の通りもちもちなんですよ。なので、もう肌にのせた時にもう肌をこすらなくていい感じがします。もう元のせてやるだけで顔中も広まるような感じで、これのすごいところが、まあ、ここにも書いてあるんですけど、マスクとして週に1回から2回目の周りを避けて2分置いた後、水またはぬるま湯で洗い流すって書いてあるんですけど、そう、マスクとしても使えるような形になってます。なのでマスクしたいなって時は普段通りのせて時間を置いてから流すっていう形で使っています。まあ、とにかく泡立てなくていいっていうのが一番あるじゃないですか。やっぱりあそこまでもちもちにするには相当シャカ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 やらないと無理だと思うし、洗い上がった後の香りとか、なんかその肌の感じがすっごい私的には好みで、またリピートしてもいいなと思ってるんですけど、あんまり洗顔でこれみたいな感じのは今までそこまでなかったと思うんですよ。クレンジングは結構いろんなものいいなって思ったりするんですけど、なんか洗顔ですっごいいいって思ったのが、まあ、これだったのでもうこれからも使っていきたいなって思ってる洗顔です。肌が突っ張ったりする感じは特にないんですけど、キュッとした感じがあるので、なんかしっかり毛穴がキュッと締まった感じがします。はい、じゃあ続いてはこちら、デュオのザクレンジングバームで、私はこれ赤を買いました。結構最近インスタでめちゃめちゃなんか宣伝されてて怪しいっていう感じのクレンジングなんですけど、こんな感じでちゃんとヘラがついてて、これで使っていくんですけども、はい、これをねちょっと落としていきます。これこの辺がチーク系なんですけど、チーク系ね、シャドウとかチーク系で、こっちがキャンメイクのマスカラです。クイックラッシュカラー。こんな感じでね、ほら見て、結構しっかり落ちるんですよ。で、バームなので、こういう、まあ、ほんと、いわゆる普通の、もう、バーム特有のなんかちょっと油っぽい感じではあるんですけど、もうかなり水っぽいというか、ほんとそれぐらいまで、うるな感じのクレンジングバームになってます。ツヤがすごい。これで、洗い流せば、大丈夫っていう感じです。ダブルクレンジング不要なので、ちょっと肌を休めたい時とかはこれで洗い流した後にスキンケアに入り込めるという形になります。最近もうめちゃめちゃ本当にステマかっていうぐらい、なんかインスタ見るたびに、なんかインスタの投稿を見た最後になんかこれ買ってみたいな感じのが載ってて、でなんか毛穴汚れめっちゃ綺麗になるみたいな感じで投稿してあって、要はすごいいいクレンジングバームってイメージしか本当になくて、前使ってたんでね。なので赤バージョンもまあさぞかしいいんだろうなと思って、いや売り方はちょっと嫌いなんですけどね、使ってみたら本当にすごい良くて、こう毛穴汚れもしっかり綺麗になりますし、洗い終わった後の突っ張り感とかが本当に全然ないんですよ。なんかしっとりしてる感じ、もう守られてる感じがすごいして、私はすごい好きだったので、インスタにもねちょっと買ってみて、使ってみてから感想を言いますということで、まあ、ちょっと載せたんですけど、まあ、動画でも一応今お話ししてますが、あそこまでご了承する理由もまあ分からなくもないかなっていうぐらいすごい
いいクレンジングバームでした。 RMK のクレンジングバーム使ってて、私今白も使ってみていいなと思ってたんですけど、やっぱりこれの保湿力には勝てないかなっていうぐらい保湿力がありました。だし毛穴汚れもしっかり取れるので、私は推せるクレンジングバームだと思ってます。はい、続いて最後はこちらですね、メディリフトっていうやつで、首のケアをするやつです。私首が肩こりもすごいし、もともと首が短くてすごいコンプレックスで、肩ボトックスをしようかなと思ってるんですけど、その前に一応なんかできることはやりたいなと思って、こうメディリフトネックを購入したんですけども、ここの臼三乳突筋っていう筋肉を鍛えることによって首がすごく綺麗に見えるみたいなんですよ。私は、痩せてるわけでもないですし、なんかそういう多分筋がないんですよね。だからここを鍛えようと思ってすっきりして見えればいいなと思って今初めて見てます。これ使い方としてはほんとこれをピッてここにつけるだけなんですよ。で実際は紐がついてるんですけど、紐で固定して、このままギュッとやって使うんです。段階が4段階ぐらいあって強さが選べて、もうそっからこうビリリリみたいな、なんか電流っていう電流じゃないんですけど、なんかちょっとこうギュッと、なんか筋肉がこうギュッと締まるような感じのなんか電流振動みたいなのがきます。1日ねこれ1回10分するだけで大丈夫なんですけど、なんか長時間のデスクワークとか、あとスマホ見てたりとか、下を見たりする作業が多かったりすると、やっぱどうしてもここがねなんか埋もれてきちゃうらしいんですよ、この筋の部分が。痩せてる人っていうのはすごくもう自然に出ちゃう線だと思うんですけど、私みたいにぽっちゃり体型とかだとここがね目立ちにくいんですよね。だから鍛えるしかないということで今鍛えてます。頬とか口元の緩みとか口角が下がって見えたりとかっていうのは結構ここが関係するらしくて、年齢がね経つにつれてやっぱりたるみっていうのは撃退していかなきゃいけないものになってくるので、ここをなかなか鍛えるっていうと難しいと思うので、こういう機械を使ってやっていきたいなと思ってます。でまだ使い始めて全然1週間とかぐらいなので、その効果っていうのが全然まだ目に見えてないかなと思うんですけど、実際自分が使ってみて思ったのは肩こりが少し楽になりました。私肩が痛すぎて編集作業とかやってる途中になんか電流みたいなのが走ることが多かったんですよ。こうビリビリみたいな、もうそれぐらい痛かったんだけど、編集中にこうこれをスッと刺して、10分なんですけども、やっとくだけで全然違くてですね、でもこれでも肩のこのモコっていう部分がなくなったりするわけじゃないので、そこはやっぱり肩ボトックスとかをやって いけたらなと思ってるんですけど、そしたらねもともと首が短いのはどうしようもないんですけど、少しでもここが、へこんでくれればもう少し首が長く見えるんじゃないかなと思ってます。実際に使ってみて、やっぱり肩こりがすでに軽減できてるので高いお金ですけども、買ってよかったかなと思ってます。はい、ということで今回は最近買ったものを紹介したんですけど、ほんとどれも自分の中では良かったものばっかりでなのでね、何か気になったものがあったらぜひ一緒に使ってみてほしいなと思いました。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。